って今、ね、こうやって見ても工藤とだいぶコミュニケーション取れてますもんね。そんな感じします。はい、さあ工藤、中村美月、中村美月は本当に登録が昨日発表されたばかりというところなんですけれども、早速今日ゲームに出てきて、そしてダブルスまず、第1ゲームは取っています。さあ一方のこの青木伊藤組、青木は去年もねノジマ T リーグ、4試合だけダブルスに出てきていたんですけれども、ここは同じ高校のそうですね、経験の多い選手なので、伊藤さんもここからはちょっと振り切れるようになってくると思いますので、楽しみですね。さあまず中村のサービスからです。第2ゲーム。さあここはラリーになりますが、ナイスボールですね。これは2.1ポイントに行きました。ラブワンです。もうここは4人のうち3人がまだ高校生というダブルスの第1マッチになっています。2本目持っていっていきました。これは青木がうまく持っていきました。これでラブ2。1本目が今ぐらい入ってるとですね、いい流れになってきますよね。さあ今度は伊藤のサービスです。これはポイントは強く壁が入っています。ワンツー。今の青木さんのサーブもですね、台から出てしまって先にかけられてるんで、ここはちょっと気をつけたいところですね。2本目、青木の2本目です。そうですね、これは伊藤うまく回転かけていきました。ワンスリーになります。さあ今度は工藤のサービスに変わります。ポイントニップです。ワンフォー。ネット越えない。ポイントに一平。一平伊藤のサービスになります。5-1。中村もいいレシーブっていったんですが。そうですね、青木さんは特にああいう攻め出しのミスが少ない選手なんですよね。6-1になっています。2本目これはネットにかかって相手のコースまで行きましたので、サービスはやり直しになります。エッジボールですがうまく工藤が対応しました。6-2になって、今度は中村美月のサービスです。これも1ボール。これで連続ポイントになりました。京都かぐやライズ。3-6。ちょっとボールが高くなってしまいましたね。ああなるほど。中村の2本目、かなり回転かけていきましたが、完全に相手を抜いていくような形になりました。3連続ポイント。4-6になって、今度は日平青木のサービスです。これもすごい回転でしたね。ぐっと曲がりました。7-4。青木2本目。ここも回転かかってきましたが、ここ嫌な流れをサーブエースで断ち切りましたね。ナイスプレーでした。これはいいプレーが出ました。連続プレーご覧ください。これもかなり回転かかってました。工藤のサービスです。よく対応して、これはサイドからでしたが。ポイントは今度は京都かぐやライズです。58。中村さんのコース取りも素晴らしいですね。厳しいです。はい。オーバーしました。ポイントは今度はニックです。これ高校生3人、かなりいいプレー見せてますね。はい、3人とも本当ですね。はい、素晴らしいです。伊藤のサービス、9-5になっています。1本目。オーバー、ポイントは京都です。9-6。上野、ちょっと相手がいるところに攻め出してしまうと、カウンターを食らうことがあるので、できるだけ相手のいないところへ。はい。これも見事。ゲームポイントは今度はニッペです。10-6。さあ中村サービス2本。コース取りの大事なところで、はい、相手から遠いところを狙う時と。相手が待ってないところを狙う時っていうところがあってですね、はい、待ってない時が体の近いところで狙う時もあるんですね、コースを、はい、そこがうまく使えるといいですよね。さあ今はこれがニッペがポイント取りまして、第2ゲームはニッペが取りました。11対6。これで、ゲームカウント1対1で第3ゲームへと進んでいきます。シングルスダブルスは3ゲームの第1マッチということになります。はい、もう今、1ゲーム目よりも中村さんと工藤さんは攻め出しのミスが4本ほどありましたので、その部分と、あと中村さんの突きミスが1つ、工藤さんのレシーミスが1つ、ここでやっぱり差が出ていると思います。一方、伊藤さんと青木さんはそこの修正がうまくいっていて、点数を取られているんですけど、自分たちから上げている点数というのが少なくてですね、工藤さんと中村さんがいいプレーをして点を取っているというところだったんですね。そこの差がこのようになったと思います。